ポップティーン TV。 こんにちは、ナチュスです。今日はじゃじゃん。いやめっちゃ可愛いこれ。いやほんまにめっちゃ可愛いと思うんですよこれ。だってさ、これが開くとアイシャドウになってる。しかもゴールドとシルバーとオレンジと、しかもリップが赤っていうのがね、私の好きな色が全部入っているっていう、よく使う色です、これは。だから今日はちょっと私の普段してるメイクをこれを使ってね、やっていきたいと思います。まずは白を取っていきます。はい、次ゴールド、はい、次オレンジで、こんな感じです。見えるかな。良きですね、良き良き。よし、で次リップは、あ、アイシャドウをつけてしまった。この指でやるとね、やっぱりこうなっちゃうよね。リップはこうやったら見やすい、こんな感じ、ハンコみたい。めっちゃ発色いい感じです。イエイ、黒くなのにすごい。はい、じゃあ塗っていきます。じゃあまずは白のアイシャドウを、うるうるめポイントなんですけど、この粘膜のところにこの白のアイシャドウを塗っていきます。こんな感じで粘膜のところに全体も、下も上から下までこう粘膜のところに白のアイシャドウを塗ります。イエイ。次はオレンジをね、使っていきたいと思う。このオレンジさんを次は粘膜の下の、目の下の目、なんて言ったらいい、ここってなんて言うの、下目、このとりあえずその粘膜の塗った白ラインの下に沿ってこうね、オレンジアイシャドウを囲みシャドウをしていきます。はい、囲みシャドウ、この色がやっぱ絶妙ですね。すると、あらまあ不思議、赤みになっちゃった。いつもの私メイク、これ。ゴールドはなんか最後アイシャドウをグラデーションでこう下に塗っていくやんか、最後にその上からこうかぶすと馴染んで、こうグラデーションが綺麗になると思う。オレンジシャドウを上まぶたにも塗る。全体的にだからこのついてるオレンジのアイシャドウで目を囲みます。おで、最後に仕上げでちょっと取れちゃった白のラメをまた乗っける、この粘膜のね、ここに乗っけるのがポイントですね。これ以上下になっちゃうとなんかね、涙袋メイクみたいになっちゃうけど、実はここだけでいいんですね。これがナチョスの裏技ポイント、イエーイ。目は終わりです。じゃあ次はリップを塗っていきたいと思います。イエーイ。リップはいつも下からかな、が輪郭に沿って塗っていくのだけど、もう最近私はね、赤リップとかはっきりした色のリップの時はオーバーリップをするのにハマっているので、もう膨らんでるとこ全部やっちゃう。そしたら口がでかくなって小顔に見える。でも、ね、下だけやりすぎるとしゃくれになっちゃうから要注意でござる。あ、やってきた。こうなっちゃうから気付けた方がいい。で、こう山を、上はまずは輪郭をなぞってから。
じゃじゃーん、ポップティーン付録を使った私の普段してるアマギャルメイクが完了しました。イエーイほんまにでもこれは普段売ってても見た目も可愛いし、中身もほんまに私が使ってる色やし、しかも鏡付きやし、リップ付きやし、アイシャドウあるし、なんか直しのメイクとかにちょっとコンパクトに持ち歩くのもめっちゃ便利やし、すっごい優れものですね、これは。しかも中の色の発色もすっごいいいから、普通に欲しい、うん、普通に売ってても買っちゃう。だからこれがポップの付録でついてるってほんまにすごいことやと思うし、こんな可愛いアイシャドウ見たことないだろうみんな、いや本当に可愛いと思う。だからこれめっちゃおすすめです。うん、リップの発色もいいし、うん、いやぜひぜひみんなにもねゲットしてほしい。これは私は愛用決定です。だからみんな1月号のポップティーを買ってぜひこれをねゲットしてください。絶対絶対ゲットしてね。以上、ナチョスでした。バイバーイ。絶対買ってね。絶対絶対絶対。